安城の私の戦い、我が兵が山に新兵を打ち破る図、聖冠の戦いは、日清戦争の最初の主要な陸戦である。聖ガ河山の戦いとも呼ばれる。1894年6月8日に、橋町総督、城市聖山に大元鎮総兵に率いられた、新国軍が河山に上陸した。7月24日時点で3880名に達する。 7月23日午前2時、日本軍の混成第9旅団が郊外の駐屯地達山からハンスンに向かった。民間、人をして電信線を切断し、不評一個大隊が朝鮮王宮を攻撃し、占領した。日本は国王構想を支配下に置き、大院軍を再び担ぎ出して、新政権を樹立させた。25日、朝鮮の新政府は、 新国の総主権破棄を宣言、大鳥圭介公使に対して、ガザンの新国軍撃隊を要請した。7月26日に、根性大級旅団にその旨が伝達される。7月28日に、日本軍はガジョにこもる新国兵を攻撃するため、出発。7月29日午前3時20分、軽流座と置いて、新国兵の攻撃により不評。 第21連隊第12中隊長、松崎直進不評隊員が戦死し、多数名が死傷した。午前8時30分に、日本根性第9旅団は、聖官の敵陣地を制圧する。大島旅団長は、新国軍の主力がガザンにあるとし、7月29日午前に、全旅団に、ガザンへ向け出発を命じた。午後3時頃、ガザンに到達したが、 新国軍は敗走していた。この作戦の日本側の死傷者は88名なのに、対して、新国兵は500名以上の死傷者を出し、武器等を放棄してピョンヤンまで逃亡する。なお、安城の私の戦いで、不評、第21連隊の木口小平二等卒は、死んでも、ラッパを離さずに吹き続けたという逸話が残る。ありがとうございます。